前回の続きと行こう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、誇りを震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。